こんにちは。あ、この間コーヒー豆をここで買ったんですけども、豆が膨らまなくて、あれって何か原因があるんですか？コーヒー豆がなんで膨らむか膨らまないかなんですけど、まずそもそもコーヒーってフルーツの種なんですね。で、この種の部分ってけどなかなかそのまま食べれないんですね。結構青っぽい味とかがしたりとかして、焙煎っていう熱処理が必要になります。で、実はこの焙煎がコーヒーを入れるときに膨らむか膨らまないかを決める大きなポイントになっているので、そこを分かりやすく説明できたらなと思います。まずコーヒーを焙煎するときなんですけど、ポップコーンとかもしお家で作ったことあるんだったら、すごい分かりやすいと思うんですけど、パンって一回弾けたら、もともとすごいちっちゃかったポップコーンが結構質量が大きくなりますよね。で、これって実はコーヒーにも起こる現象で、コーヒーもポップコーンのように弾けるんですね。で、この弾けることによってコーヒーのそれぞれの細胞が風船みたいな感じで一つ一つ膨らむんですけど、風船みたいに膨らむので中に当然ガスが入りますよね。で、これをコーヒー豆の焙煎を進めていくと、もう一回弾けるっていうことが起こってくるので、そもそももともと膨らんでた細胞がもっと膨らむことになります。なので、風船をさらに大きいものを持ってるっていう状態にコーヒー豆がなってるんですけど、なのでお湯を入れた時にモコモコって上がってくるのは、焙煎が普通よりも深いっていうコーヒー豆になります。で、コーヒー豆が新鮮であればあるほどモコモコ膨らんでくるっていうのは、風船をそれも想像してもらったらすごく分かりやすいと思うんですけど、風船をめちゃ頑張って大きく膨らましてくくって置いといて、数日経ったら勝手に隙間から空気が抜けてって、風船もどんどんしぼんでいくと思うんですけど、それと同じ現象って実はコーヒーにも起きてて、焙煎してから日にちが経てば経つほどガスってコーヒーの細胞から自然と抜けていくんですね。なので新鮮で深入りのコーヒーは入れるとモコモコって泡というか膨らむんですけど、もともと焙煎が浅いコーヒーってそもそもちっちゃい風船しか持ってないのでガスの量が少ないんですね。なのでガスの量が少ない分新しいけど膨らまないっていうのが、コーヒーが膨らむか膨らまないかの違いです。コーヒーが膨らむか膨らまないかの違いです。そうなんですね。ありがとうございます。なんか手つけてもらっていいですか？はい。あ、OK です。まず、コーヒー豆がなんで膨らむか。ごめんなさい。もう一回お願いします。これです。氷が。ちょっと思ったよ。私も思った。タイミングとかね。いきます。はい。はい、こんにちは。こんにちは。あ、そうだ。めっちゃおもろい。質問すらあかんのか。質問すらあかん。ちょっともう一回やってみます。テイクさん。